村舞の高坂きのです。今日も始まりましたもちんち TV。 今日はですねこちらのどんどん進めているゼロ戦ちゃんですね、バン、こちらを今回はですねデカールを貼って汚してジオラマとかそういう背景はないかもしれないけど、ひとまず完成ってところまで持っていこうかなと思います。今はねこんな感じでですねスポンジを使って塗装したんですよ。なのでいい感じのまだらになってるので、このねイラストのね雰囲気がちょっと出せたんじゃないかなと思ってます。もっと別の色とか入れてきゃよかったなと思って後から公開したんだけど、うん。でねここからこれ箱絵とか見てもだし、これ中の説明書見てもなんだけど、デカールが結構あって、こちらはい赤いね丸だったりとか黄色いラインとかいろいろあるんだよね、をちょっと貼っていこうかなと思います。でマーキングにもねなんか意味があるっぽくって、なんか何種類か書いてあるんだよな。なんか黄色いラインが入ってるやつは昭和18年6月ブーゲンビルトで新藤三郎少佐が載っていたらしい。なんかねイラストに近い感じだとなんかこっちなのかな。え、プロペラもマーキングあるんだ。へえ。ソロモン戦役の18年5月っていうのがなんか村あるイラストで書いてあるんだけど、どう違うの？でも黄色いライン入ってる方が可愛いよね。ということで、今回は、まあ、なんかそれ設定合ってるか合ってないか私はわかんないけど、こっちの、このまま箱絵のさ、ここのラインとかが入ってるやつをちょっと貼っていこうかな。だから大体貼っていく感じだよね。で、今ここにはカッターマットとお湯と、あとはこれキッチンペーパーとかですぐにね始められるような準備をしてあります。でどれなんだろう、番号がここだよね。一番やりにくそうだろう。ここからやろう。どこでも触れる状態でやろう。8番、これね、ここのやつと横が3番だね。 OK、 そこから行こうかな。ビーン、なんか結構細かいやつがいっぱいあるんだけど、これケーキ周りに貼るやつだよね、本当はね。すいません、貼らなくて。見えないからいいじゃん。うんうん。そう、外だけ今回は楽しむを目標に、あんまり作ったことない、このね、飛行機ちゃんを楽しむのが目標でございます。よいしょ。危な、デカール切りそうだった。こっちが8番。じゃあ8番先に入れますか。これ8番で、9番は反対側。で、お湯を入れたから、めくれるのは早いんだけど、もしかしたら熱いかもしれないので、ちゃんとこうね、はい。よん。ピンセットで取りますかね。で、もう一個が、青い、青じゃない。3番丸、これ。これが3番っていうのをね聞いたいよね。残るとどうせなんか黒い線とかビョーンって出てくるでしょ。やだ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 ね、そんなんやだやだ。で2枚目、ペロン。で待ちながら反対側がどうせこっちの番号だろうから、これを切っておきます。やだやだ。 OK。 でこれとこれとなんか173番みたいなやつも、これ左右貼ったのかな。左右あるね。でもそこ一個貼るか。でしべし。もうなんかある程度切っといて貼るだけにしといた方が楽だよね、こうやってね。迷う必要ないじゃん。元からここに貼ってくださいって書いて、あ、切っちゃった書いてあるから、まあ、一応念のためにマークセッターっていうのりとマークソフターっていう柔らかくするやつを一緒に置いておきますかね。はーい。ではそろそろいいじゃろうから、これ動く？動くね。綺麗に動きますわ。ほらティーティー、滑る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 って遊んでると滑るわね。でこれをここに、あらあら、これどこにどうくっつくのか全然分かってないんやけど、とりあえずスライドしますか。まあ大きいしね。うん。で、これはどこのラインからどうなの？これ全然分からんないけど。
全然わからん。困ったら水つけて動かそう。どこのライン、どこ、あ、ここのラインぐらいからスタートして、ここのラインまで行って、で、てっぺんのラインまで行くと。はーい、ここっぽい。あ、かっこいいね、このライン。めっちゃかっこいいじゃん。で、なんか全然準備が足りてなかったんだけど、いいよー、オッケー。水をね、吸い取らんとですよ。入れた方がかっこいいから入れるで正解な気がして。よし。で、この横に丸いのもくっつく。はーい。これさ、飛行機ってどこ持っていいかわかんないよね。ちょっと形が四方八方で、ちょっとあれのね。よいしょ。で、これの場所はちょっととかあるの？あ、でもいい場所っぽい。あ、すごいいい感じの場所に貼ってしまった。いいんじゃない？もうちょっとした？ここ水をちょっとつけてあげたら動くようになるので、で、下下げてこの辺ね、オッケー。で、お水を吸わせてと。うん、すごい綺麗に晴れてくデカールですね。デカールもやっぱ綺麗だね。うん、うん、いいんじゃないでしょうか。いいんじゃないでしょうか。あ、めっちゃ可愛い。下のボソボソとかが結構生きてきてる。いい感じだわ。で、これをちょっとふやかして置いとこうかな。ふやかしつつのトレーナーいのよ。で、こっちの番号はもう貼れるから、番号ちゃんをこんなんね。いい感じ。すごい上の方で作業しちゃうからカメラ映りが、なんかちょっとずれちゃった気がするけど、いいじゃん。反対側はまた黄色からかな。うん、だけどその前にこの173番が入るので先行こうか。で、いい。で、どうせちょっとずれてるから、うん、ふーん、見える？よっしゃ、反対のこの矢印行ってみよう。いい、 OK。 置いとりますな、置いとりますな。しょうゆちょっと、しょうゆちょっと、ちょっとこっち。もうこれきついな。あー、ダメだ。ダメだ。後ろが合わなかった。ということは角度が違うということなので、ちょっと動くようにお水をつけてあげて。じゃないのかな。About。 あ、でもほら、あ、結構綺麗にくるっと晴れてる気がしますけど、いいんじゃない。で、丸いの、丸いのちょっと乗せて。丸いのはどこだろう。あ、まあまあ、手すり、手すりの丸いの。よし、ここまで貼ったので一回こうのりちゃんを上からね、ちょっと塗っていこうかなと思います。とね、こののりを塗るとこうなんかするので、あんま触らんようにしましょう。 OK。 どうせ汚しね、この後ね。はい、あらあら、これだけでかなり可愛くなったんじゃないでしょうか。はい、ここに黄色いラインに破れたところがあります。いい子になった？大丈夫？うん。で、この後はまだ他にもあるのよね。ラインみたいなのが結構、翼にラインが入ってないここね。え、それってどう貼るの？え、でも穴、え、刺す前じゃないとダメだったってこと？刺しちゃったんですけど、これここ、ここ！え、接着しちゃったのに貼れなくない？どうする？
上川から見えるラインだけ貼る？半分に切ってとか。へだってこれあんな、そんな、そんなパターンあります？よし、でも切るわ。切って半分貼ろう。この黄色の点のラインが見えない程度のところでちょっと、よし、まあ、苦肉の策ってやつだな。反対側にこれ貼ったらまたいけそうな気もするけどね。半々じゃない。でもそれでね、丸いの1番と裏が2番ね、裏2番を貼りましょうか。なんか丸いの多いですね。余るのかな。余るっぽいよね。予備なの、それともあのシリーズが違う方で使うのかなっていう感じだよね。この1番見えないかな。この1番はいらない、いらない。こういうとこ切っとかんとね。うん、後で辛い目に遭う。よいしょ、1番とこ落としてと。よし、そこ行ってるうちに多分の多分の多分でもう浮いてるので、ここに貼ればいいね、5番。絶対こんなん貼りにくいやん、場所が。あ、すんごい貼りにくいところにあるんですけれども。こんなんずらす？マジで。そしてまだ浮いてるやん。浮いてるけど切ったでパン動かしにくいんやな。お、乗ったけどさ、これ。来た。こうやったら見える？来た。でも場所的にはこれ中までここも入るってことですかね。頑張った。吹いてた。あ、喜びの舞ってやつです。うん。あ、すごい雰囲気出てるじゃん。いいじゃん。本当ありの。よし。もうこれはきついわ。もう後で塗るつもりでね、糊がなくなっても塗るつもりでいった方がいい気がしますね。あらあら。いい感じに貼れたんじゃない？かっこいいじゃん。裏ないけど。許して。よいしょ。で、赤い丸ちゃんを上側にまず貼るのかな？これで裏側にも貼るんだな。やばい、もうこれ一回貼ったとこもう一回触りそうだもんな。怖い。けどなんかこのデカール貼るだけで超っぽくなってきてるから、それが嬉しい。うん。実に嬉しい。なんかね。いや、やっぱデカールって大事だね、そう思うと。よいしょ。でもやっぱりこのね、2番は切る。いらない。いらない。よし。で、こんだけ大体これぐらい？なんかあとデカールっぽいのちょっとあるけど、もういいと思う。うん。大体晴れたらいい。大体でいいの！楽しいとこ取りですね。イエス。よし。じゃあ、あ、そろそろ動くようになるんじゃないかと思うので、先に次貼るやつもを浸しておいて、なんかね、ずっと水の中につけっぱなしにしてるわけではなくて、こうやってくぐらせてこう浸透するまで放置してるだけなので、基本糊が逃げていかないんですよ。だから早めにこうやってめくれるような環境にしてもらっても、このコラボは大丈夫で、これはどこ？あ、今回あんまり段差があるようなものじゃないので、このソフターちゃんとかはいらないような感じかなと思います。よし、ね、そろそろ動いてくれてもいいやな。
気。おうおう、空気空気。空気とこれなんか微妙に点があるのか。点に、点あるね。なんかリベットみたいな点だけ今穴開いたわ。まあ仕方ないよね、そういうもんだからね。でも逆に綺麗に開いたな。めっちゃ綺麗に開いたなこれ。はいはい、で、next。ここと、後ろのラインに合わす。そこと、後ろのラインに合わせて。で、落とす。お、いいんじゃない？あ、いいポジ、いいポジな気がする。こっちもだな、穴開くな、絶対。開いてくれない。思うように開いてくれないやつ。うん、開いた。うん。ちょっと塗ってあげた方が良さそうやな。なんかね、めっちゃ不安定に揺れてますが。取りますが、うん、染みてたけど染みていかない子はちょっと染みますね。見て見てって、どこ触っていいのか今いまいちわかんないけど、ほらちっちゃい点が埋もれているで、裏側ね、裏側にした時これくっつかんかな。あ、浮くか、浮くな。あ、いいじゃん、貼れんじゃん、このまま貼るわ。え、で同じような場所よねこれもね。頑張ります。この辺、下と上がいい感じになるかね。よいしょ。よし。あ、触っていかんときに倒れなさい。で、こっちとこっちの幅が一緒になるぐらいのところ。いいんじゃないですかね。シビアじゃない、アバウトなデカルハリ。いいの、楽しいから。で、ちょっとだけこう乗り乗せといて、あげてと、乗り乗せといて、あげてと、うん、よし。でですね、そのまんまツヤ消しのクリアも拭いてある状態になってます。だからちょっと光沢っていうよりはちょっとね、マットな感じがサラッとしてますね。うん、水性の缶スプレーで拭いたのでかなりサラッとした感じになってます。で、ここからですよね。またウェザリングをして終えようかなと思って、今回は私あんまり普段使わないんですけど、グレーっていうのを使ってみようかなと思います。大胆に乗せていきます。ベイ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 、なんか墨入れカテラというとあれだけど、なんか全体に汚れが乗っててほしいな感がちょっとあるので、こうね、うん、明るいこのデカールの上とかが特に汚れが出るんじゃないかなと思います。この筆つけたことによってめっちゃ楽だよね、ほんと。とりあえずこうやって乗せるのとかはね、このままでいっちゃうもんね。うん、暗いところとかが結構雰囲気出るんじゃないかな。色なかったもんね。うん、
なんとなく風を切ってるイメージで、なんかあの重力方向よりは進行方向に向かってこう今つけてみてるんやけど、どうでしょうね、どれが正しいんだか正解を知らないまま塗ってるので、うん、でもちょっと思ったよね。うんうん、で裏側もやりたいんだけど、裏をやるにはちょっと触れるかな。あ、でもまあこうやって頑張って持ってた、あ、いい、持てた、 OK。 あのウェザリングカラーってほんと楽だよね。そう、ザクッとこうやってのせてさ、で後からこうニュアンス変えたりとかさ、こういじったりとかすればかなりいい感じになっちゃうんだよね。なんか気にせず汚しができるし、なんかそんなね、浸透したからといってパーツが割れるとかっていうのもほとんどないので、特にこうやって塗装してあるやつなんてね、余裕ですよ。なのでこうがっつりこうやってね、やった後とかに筆とかでこうね拭って伸ばしてあげてもいいと思うし、だいぶ雰囲気変わったんじゃない？さっきのよりだいぶね、この辺見やすいかもね。そう、黄色いところとかは色がめっちゃ乗ってるので、ちょっと汚れた感がありますね。元が結構濃い色だからね、そんなわかるっていうほどの乗り方はしてないかなっていう感じがします。で、一色だと面白くないから、今度ね、茶色とかも使ってみようかなと思います。こんな感じで点のせしてるんですけど、こうちょっとだけこう、残りカスとかでもね引っ張ってあげると面白いよね。色が増えたのですごい情報が増えた感じがしますね。じゃあ本当に残りカスをちょっとすりつけてるぐらいの感じですね。あーでもいいわ、あーいい感じやわ、めっちゃかっこいいやん、ピント横い、もうなんかちょっとだけこう茶色の曇りが入った感じが今してると思うんですけど、うわいい感じになってしまった、やばかっこいいやん。え、いい感じ、いい感じ。あ、いい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 。んでもってまた白もね、乗せてみようかな。ちょっとだけね。もういいんじゃない？めっちゃかっこよくなったよ。あ、かっこよくなったよ。ほんまに。え、いいやん。え、いい感じになってしまった。かっこいい。いや、ウェザリングってすごいね。本当に。ほんのちょっとこう、色の情報が増えるだけで、ね。また、見え方が変わったりとか。あら、綺麗。ちょっとだけこう、白曇りみたいなのも。入れてみました。え、面白い味が出た気がするんだけど、どう？どうなの？私飛行機モデラーじゃないからあんまりわかんないけど、ただ今私はこれを塗ってる間めちゃくちゃ楽しいよ。本当にもう、めっちゃかっこいいじゃん。やばい、やば、もうちょっとちょっとみたいな感じですね。本当にやば、かっこいい。なんかどうやって汚すのが正しいとか全然知らないけど、ただた
ただ今私はこれを作っていてすごく楽しいから、それをみんなに見てほしい。いい感じの子ね。かっこいいよ。ちょっとまあもうあのね、あのノリだけでここのねガラスのところを一緒に艶消し吹いてしまったことは本当に本当に申し訳ないと思ってるんだけど、なんでノリって怖いね。もうちょちょって塗っちゃったんだけどさ、でもそういうの以外は本当にいい感じに塗れた気がするので、すごいなんか私は今満足してます。ということで裏表の写真をどうぞ。ですね、前回これ塗装まで行ったゼロ線ちゃんをですね、今度はデカールを貼って汚してみて雰囲気ちょっと出してみようかなというところで遊んでみました。前はね結構緑がねすごい鮮やかすぎて、こんな色でいいのかなぐらいだったんだけど、白で曇らせたりとかですね、あと茶色だったりとかグレーだったりとかっていう色をどんどんのせて、ちょっと汚れた感じだけど使ってる感じみたいな感じの汚れにしてみました。特にね、あの色が薄い裏側の面の方が雰囲気出てるかもしれないですね。いやなんか思った以上にね、私綺麗に塗れた気がしてめっちゃ楽しかった。普段やらないけど飛行機モデルもいいね。ほら見て、このさ箱絵を目指した感じすごい伝わってこない？伝わってこないですか？伝わってこない、伝わってこないか。私の中では超箱絵っぽくなったんですけど、はい、このまだらな感じだったりとかっていうのもなんか珍しくスポンジで塗ったりとかとかしてちょっと遊んでみたので、あのぜひちっちゃいモデルだったらね意外と簡単に組めちゃったりするので、飛行機モデルも皆さん挑戦してみてほしいなと思いまーす。いやー、あやばい、私さ、これ最初組み立てた後2回目塗装する前に、この、これ折ったんですよ。これ折っちゃって、そう。で、別で塗ってたんだけど、まず接着するの忘れてたんだ。まあ、いっか。はい。まあ、楽しく作れるのが一番プラモはいいことだと思うので、こだわらず、で、自分が楽しいとこだけやって、こうやってね、遊んだらいいんじゃないかなと思いまーす。なんか想像より綺麗にできて、私はちょっと今感動しているよ。うん、はい、ということで飛行機モデルやゼロ線がかっこいいなとか作りたくなった方はぜひぜひグッドボタン、あとは作っている方はコメント等で教えてください。また木野さんが意外といい感じにできたかもしれないなんていうことを思ってくださった方、ぜひチャンネル登録をお願いします。これね、スケール系もね、これからどんどん作ってみたいなと思ってて、どういう汚し方が正しいとか全然わかんないよね、本当に。わかんないんだけど、多分実写に近い感じなんだろうなと思いながら、ほどほどに動かせられるような感じで作っていこうかなと思ってます。いや、なんかちょっとスケールハマりそうだわ。いや、楽しかったもん。ということで、皆さんもぜひやってみてください。はい。以上、あ、これもじゃん、もうすでに。以上、モテンチュ TV でした。バイバーイ。あ、でもこれ1本しか見えないから、ここにもあるんだけど、こんな感じ？ん？バイバーイ。